ースは足は立ててもいい、足は伸びが立ててもいい、はい、全員足裏隠しとる？とる、はい、みんな同じで、同じでこれとじゃあその隠しは肩のマッサージは逆だって。一人で頑張って撮ってた。笑顔、笑顔で泣け泣けの力よ。あとさ、面白い方につく傾向がありますね。ありがたいです。あ、私？私？あ、すっごい広い。みんなも撮ってほしい。優しい。あ、すごい。ちゃんと撮ってくれてるよ、皆さんは。すごい、もう、ありがたすぎる。そんなサービスまで？すごい。あ、すごい。すごいカメラマン雇った。そう、撮りますよって。言われた。ありがとう。先生だね。はい、じゃあ。シェイシェイ、気持ちいいわこれ、うん、なるほど、私はまだそこまで行ってないですが、相当溜まっているようですよ、何かがもうほら、もうちょっとこれは大変だなって、これはやべえ足だわって思ってらっしゃる感じ。ようやく私今足裏ですね。あの皆さんよりどうやら結構大変だったようで、ふくらはぎがすごい中心的に。あ、めっちゃ面白い。当たってしまったりした、すごいな、なんかまるで旗を折るように同じペースで、あー、まるで魚の鱗を取るように、例えがないけど、例えがちょっと微妙じゃないですか。なんかお酒飲みたい。痛い気持ちいいです。痛い気持ちいいです、そうです、まさにそれです、痛い気持ちいいです、正解、エチコ正解。足の裏が、うん、これマジ痛気持ちいいって、最高。あのこの足裏をゴリゴリされてる瞬間のマジでたまらん、へえ、変態みたいな。これは気持ちよくて寝れるわ、寝れちゃうよ。すごい、もう寝そうな。全然痛くないからさ。なんで？今はそんなに痛くない。右足に入ってからは。あ、本当？じゃあ利き足かどうかとかあるのかな。右の方が気持ちいいんだよね。あ、私も右の方がいい。いい。ホテル帰ったらもうホテル帰って終わりじゃないの？じゃあ一番奥の方は多分パターン。そうだね、10分だけっつって朝、うん、行くならこの流れで行かないとやばい。そうだね、そうだ、いやー、よっちゃうな、シーリン回るね、ゲ
つみにと交換したらいいんじゃないですか。私も夜市めちゃめちゃ気になってる。夜市は絶対と、すごい。ああ、同じの履きたくないね。わかる。でもそんなことになるとは思わなかった。セブンで小麦買いますよ。小麦だけです。もうなんかこの呪縛やばくない？セブンで小麦買ってきていいよ。ね、桃井のミスさん。これは？はい。うん？オッケー？うん。はは。リズミカル。リズミカル。リズミカル。何これ？合唱がなんか始まるの？おおおおおおお。絶対すごいやつかってやったよね。タン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 ね。はい。大変ね。わかる。桃井さんみたいな足になりたいんで私って。なりたいわよね。桃井さんみたいな足になりたいです。キュッと引き締まった。ね、よく考えたらっていうかよく見たらさ。伊達さんすごい足高いじゃん。結果麦氏横じゃん。あなた立てじゃん。私よ。オッケー。私オッケー。なに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 。どういうどういうことなの。これオッケーや。オッケーです。え、私それ知ってる。オッケーっていうの。オッケーです。やばいよ。やばいよ。
すごい。やば。Baby. You are baby food. 麦氏 baby food。やば、ぷにゅんぷにゅん。無駄な角質がなくなったのでね。私はまだまだ歯の方でどんどん削られてる。もう乾燥がとにかくすごいと。ええ。思わず謝っちゃいました、やっぱり。宿題が出るぐらい。そうですね。申し訳ないと。自覚があるね。自覚がある。自覚がある角質っていうのがある。なんだそれ。なんか明らかにそこだけ皮がめちゃくちゃ分厚い。ああ、なるほど。そう。で、なんなんだろうなこれってなるんだけど、対処のしようがないから、うん、放っておいたところを今めっちゃ削られてる。自覚がある。化粧水です。保湿です。保湿します。すいませんでした。まず乾燥がひどい。乾燥がひどい。見てください。はい、ああ、ソフト。硬くないね。水の使用頻度の水差しね。宿題をですね。はい。はい、わかりました。先生ありがとうございました。夜毎日必ず宿題を。あ、そうなんだ。そんなにやばい。宿題だった。そうか。面白さに宿題。ここで宿題を出せば。また飲んじゃおう。